皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ。セブンティーンのエスカップスエスクプスとジェオンガンジョンハンがそれぞれのインスタグラムでステージ復帰の喜びにあふれた写真を公開した。写真、赤髪でステージ復帰したエスクプスライブリハーサルに挑むジョンハン。セブンティーンは3月30日31日に韓国インチョン仁川。ニガワ アジアドゥシ競技場でセブンティーンツアーフォロワーアゲイントインチェオンを開催。これまでリーダーのエスカップスが2023年8月に左膝の怪我ジョンハンは同年12月に足首の怪我のために活動を休止していたが、2人揃ってステージに復帰し、久しぶりに13人の完全体セブンティーンの姿を披露してファンを喜ばせた。セブンティーンエスクプス、赤髪でステージ復帰。そんな中、 エスクプスは自身のインスタグラムに写真を公開。意気込みを感じさせる赤髪で挑んだステージでの姿と、舞台裏の姿を織り交ぜている。色鮮やかな照明やペンライトの光に囲まれたエスクプスの表情はどの写真も生き生きとしていて、久々のステージを楽しんだことが伝わってくる。最後は満足げにピースサインを決める姿で締めくくった。 またストーリーズには13人での団体写真を3枚投稿揃って舞台に立つこと絵の深い思いを感じさせたセブンティーン・17ジョンハン復帰ライブに向けたリハーサル風景を公開一方ジョンハンが公開したのはリハーサル風景の写真キャップをぶかにかぶり黒パーカーにレザージャケットで椅子に座っているメンバーたちを見つめているのか真剣な眼差しの横顔 2枚目、目をつぶりピースで顔を隠したショットも。マイクを手にして立つジョン・ハンの姿からは、久しぶりのステージに向けた緊張と決意が感じられるようだ。ストーリーズには、舞台下での笑顔のショットや、嬉しそうに会場を見つめる写真など、多数の写真を投稿し、復帰ステージに立った喜びをファンに伝えた。久しぶり立ったステージでの高揚感を感じさせる2人の投稿に。 スンチョルさん久しぶりのコンサートの投稿でうれしすぎる。クプスのインスタのストーリー団体写真ばっかで愛感じた。赤髪やばい。はにちゃん公演中可愛いのにインスタの帽子のお写真の彼氏感やばいね。キャップかぶったりすると男の人になるのやばい。ジョンハンさんのお久しぶりの投稿、エモすぎる。二人とも復帰してめちゃくちゃうれしそう。とファンのさまざまなコメントが寄せられている。 どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。